皆さんこんにちは。雄大コープ代表の三浦雄大です。この動画もですね、先ほどの日本航空 JAL の羽田空港のですね、海保の航空事故のことを喋ったと思うんですけどですね。で、またですね、もう一つの正月早々起きてしまった、ことが、こうやって、事件なんですけれども、天災なんですけれども、それは1月1日のね、お正月にですね、石川県のですね、能登半島でですね、震度7の地震が発生してしまったんですね。はい。能登半島ですか。石川県、僕は石川県は、行ったことあるの、金沢とか行ったことあるんですけれども、能登は行ったことないんですけれども、能登でって輪島塗りとかですね、有名なものがあるんですけれども、そこでですね、地震がまた発生してしまったんですよね、はい。で、それが起きたのが1月1日ということでですね、16時、10分だか、落ちたと思うんですけどですね、はい。僕は当時ですね、1月1日と言いますと、普通仕事してましたね、はい。航空関連の仕事をしたわけでございますけれどもですね、なんか揺れてるって、ちょっと別のその社員さんが言っててですね、そしたら、揺れてるなと、その案内板っていうかな、その天井が揺れてるのが分かった。そこまでなんかね、船酔いみたいな揺れがちょっとですね、揺れてるなと思って、と思ってたんですね。で、しばらくしてですね、その会社テレビ行ってたら、石川県の能登で震度7の地震、震度7の地震が発生したっていうんですね、言ってたんですけどですね。本当にちょっと驚いて、しばらくしてですよ、その、いろんな家とか、津波も発生したらしいですね、はい。その津波も発生してですよ、その、津波といえば多分東日本大震災が、皆さん思い浮かべると思うんですけどですね、はい。それでまたその、大津波警報が発生をしてですね、で、今回はその、津波の被害が、石川県の、珠洲市っていう、市があるんですよ。能登半島があって、端の方なんですけれども、そこで一応津波が来たらしいんですよね。東日本大震災、これかなり広範囲じゃないんですよ、その、津波が押し寄せて。家も流されてしまったっていうのがあったんですけどですね、はい。で、今回の揺れがですよ、その、石川県の志賀町と、で、あと、その、輪島市とか、その、穴水町っても震度7をやったらしいんですね、はい。俺はその、今回なんですけれども、日本って地震王国、王国でいいかどうかもしれないですけども、地震多いんです。イメージあるじゃないですか。あってですね、過去にもいろんな、東日本大震災もちろんなんですけれども、かなり昔、阪神淡路大震災とか、新潟中越地震とか、あと、8年前の、熊本地震でしたっけ？で、地震って多いんですよ。はい。多くてですね。で、今回、能登でも、実は17年前か、2007年、能登半島沖地震で、実は一回地震襲われてるんですよね、このエリアっていうの。で、もともとその能登のその地震って、このエリアって結構多いイメージがあったんです。結構いろいろ、明治時代でも結構襲われてるんですよ、この YouTube、ウィキペディア見ながらやってるんですけどですね。で、今回はそれよりも全然大きい地震で、1885年以来のですね、明治18年かの以来、最大の地震と言われてるんですね。で、今回阪神淡路大震災よりも大きいって言われてるらしいんですよね。そんな大きかったんだなって思っちゃったんですけれどもですね。今回ね、正直思ったことなんですけれども、なんで正月に起きてしまったんだって、俺はちょっと正直思ってしまった。地震って、もちろんその、
もう今まで何度も落ちてるわけなんですけど、何も正月に襲ってくることないじゃんと、ちょっと思ってしまったんですよ。まずは正直ですよね。まあ、まさかその、住んでる人、まさか正月に、地震が来るなんて思わなかったと思うんですよね。多分おそらくその、落ちたのが多分1月1日でも正月のど真ん中なんですよ。で、まあ、僕は、まあ、正月関係なく仕事してたからなんですけれども、まあ、大部分がおそらく三が日は休んでたと思うんですよ。休んでてですよ。休んでて、そう、多分おそらく、帰省してる人も多分いたと思うんですよね。で、おそらく、昼頃にお席食べて、その、子供は、おじいちゃんかおばあちゃんか、親戚からともお年玉をもらってですよ。まあ、家族に、まあ、家庭によっては羽子板で遊んでた部分、羽子板とか、ん？なんだ、カルタか。カルタとかやって遊んでいたと、お正月遊びをしていた、行ったと思うんで、多分、石からそういう風習あんのかな、ちょっとわかんないんですけど、そういう昔ながらのその、遊びをやっていた家庭も多分いたと思うんですよ。そんな中でこの地震ですよ、その、本当に、本当、なんで襲ってくんだよっていう、本当思います。お正月に地震なんて、僕、35、6、もう30、まあ今年36なんですけれども、行って多分初めてなんですよ。こんな正月からこんな衝撃、さっき前の動画の日本航空、JAL の羽田の事故もそうなんですけどですね、ここまで僕、正月、さ、言っていて、ここまでそんな正月にこんな、とんでもない事故を立て続けようこと、例がないんですよね。本当に、何か神様はなんか、試練をなんか与えてるんですかね。僕はそう思うんですよね。で、なのでですね、これ、で、あとその、今回その津波でその、襲われて、とはいないなんか東の大震災と違って、その襲われている人はいなかったんですけどですね。なので、家が壊れたりして、その、今回なんか、古い家が結構多いんですよね。多くてですね。その、結構その、家が潰す、圧迫されて亡くなった人がかなりいたらしいんですよね。まあ、あとその、輪島市ですね。輪島の朝駅の建物がかなり燃えてしまったっていう部分は、まあ、火事ですかね、あれ。まあ、あれも本当に、まあ、辛いなぁ、部分はあったんですけどですね。はい。まあ、なので、その、まあ、防災の意識じゃないんですけれども、まあ、いつ、どこで起きるのかっていうの、まあ、地震は防ぎようがないんですよね、その、まあ、もちろん、防災は、減災でしたっけ、それを、要はやるんですけども、いつ、どこで、その、落ちるっていうのはですね、難しい部分はあるんですよ、その。まあ、今回もその地震とかですよ。ライフラインが途絶えて、そのガソリンがなくなったとかですね。電気が来ないとか、なんかなんか言ってるのもあるんですけれどもですね。なかなかその、何十年経っても、そういうのはなかなかなくならないって、ほんともどかしい気持ちでもね、いっぱいですね、やっぱりですね。はい。なので、まあもう自分もですね、まあ地震王国、まあ地震大国に住んでる一員ですから、まあなんとかですね、もし襲われたとしてもですね、まあ大したことはできないと思うんですけれども、まあ普段から防災意識をちょっと高めていきたいと思ってますね。はい。なので、まあ能登半島被災された方もですね、その、まあ、なんとかその、まあ、本当頑張ってくださいとかし。まあ、もう自分もちょっともし何かしらできることがあれば、募金とかをちょっとしてみたいなと思うのですね。なので、まあ、ちょっとまだ全然その、なんとか、まあ、石川県は石川県で魅力は本当あるのです。本当なんとかその、立ち上がってもらいたいなと思って、まあ、ちょっと、かなり時間かかると思うんですけどですね、本当に。ですね、期待をしていきたいと思います。そんな感じです。はい。雄大コープの雄大雄大でした。ご視聴ありがとうございます。まあ、何かしら、お送りください。どうも。